はい、それではね、対戦相手の方が決まりましたんで、やっていきたいと思います。ですね、FC バーゼル1893ということで、ユルゲンクロップの433で、来ますね、相手は。まあ、スリートップがね、似たような感じと思ったけど、違うな。僕、メッシ、前線に入れてないわ。まあ、やっていきましょうか。で、ちなみに、ブッフォンがね、いよいよ、TS がね、上がりきりました。99。ということで、今日はね、ブッフォンでいきたいと思います。さあ、これでいこうか。特に変えるところはなさそうやね。まあ、これで守備も硬いでしょ、多分。OK、これでいきましょう。まあ、エジルをね、後半、ラクティッチにね、変えようと思ってます。ということで、いきますか。相手の方のレートなんですけれども、結構高かったと思うので、835。835ですね。で、チームメイト、これはまあ、あれです。で、まあ、こんな感じで。ちょっと待って。あ、ユニフォーム変えたか。あ、変えたかも。皆さん、こんばんは。おは、こんばんにち本は。日のマッチは FC バでーゼやっル対ていきましょ ザント・ヤコブ・マルクよりお届けしてまいりう。必ずこれ、皆さん、解こ説んはばんは北っていう澤んですさん、ね。実況、ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ、北澤さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。今日のゲームは所属するディビジョンが同じチーム同士でのマッチとなります。まあ、実力的には同じチーム同士が戦うと、こうしたゲームになることくが多いんですけどらえ！ね。ダメどうなるか楽か、ちょっしみとでしょう遠すぎね。た。シュートがちょっと遠すぎたな。あ、ロイス、これで割を食って6番になってもうたな。さあ、北澤さん、気になる選手はいらっしゃいます背か。番号をね、変えてきたんですよ。ウェスチャーのロナウドですね。はい。インドナもね、やっぱり7番。インドナ7ぐらいからね。そしてやはりインドナ9もあったよな。シュート力ですよね。あとはフリーキックも魅力的なところですよね。はい。相手にしてみれば当然抑えておくべき選手と言えるでしょう。自分で行く。バーゼルはチームメイトムービングを得意としているというのですが、その対処の方法としてはどのようなものがあるんでしょうか。そうですね。いいよ、ディバラ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 。ダメか。ディフェンスをしなければいけないですよね。理想は常にマンツーマンでつきたいところですけども、エリアやシーンによっては見なくても良い場面があるので、状況によってそれぞれの判断が必要になってますよね。惜しいな。低く丁寧に打ち込んできました。シャルケとしては。ロイスとはちょっと違うと思うけど、ロイスは。エジル。どう？エジルとロナウドは合うと言うからね。ヘディング！お、いいね。上げてくる。チャンス来た。ディバラ。おうおう。セーフのセーブ。あかんか。ボールを追いかける。と呼んでいた。うそやん。それだったら自分で行くわ。っていう感じが出てますよね。序盤から非常に楽しめそうな試合の入りになりましたね。なんと力のないシュートになったことか。さすが800やな、落ち着いとる。裏のスペースへチャンス抜けた。ロナウドへ。いい形でしょ。ドルーズボール。オッケー、いいよ。ロングフィードで狙う。このボールに触ります。これは意表をついたよと思ったけど、意表つきすぎとったな。縦にボールを送ります。やばいよ。裏へ届くか。あぶね。おい、ブフォン。あよ、ブフォン。おい。マティッチ。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。シャルケとしては調子は良さそうに見えるんですけどもね、点がないんですよね。なんだそれ。少し納得いかない状況じゃないでしょうかね。はい。なんか小技見せるね。カットです。クリスティアーノ・ロナウド、裏に味方を走らせる。キーパー前へ蹴り出します。うん、ダメか。うん。このボールをカットします。そもそもね、メッシとロナウドって合うんかなって話だけどね。そう思うんですよね。メッシ使っとったらロナウド使いにくいよなって。なんか2010、危ない。15の時もなんかずっと思っとったよ、それ。16か。ここは読んでいました。夢の共演ではあるけれども、絶対なんかうまいこといかんやろうなと思うんだけどな。メッシー！ああ、怖え！あぶな！完全やばかった、今の。ちょっと狙いすぎたか、あるいは曲がりきれなかったのか、枠にはいきませんでした。なんと打っていった。打ってきた。
恐ろしいやっちゃな。メストエジル、このボールに触ります。オッケー。さあ左サイドへ、マルセロ。なんでそっち。あー、ミスった。結構やばいよ。やばいよ。ボーティングで追いつかれ。危ない。もう危ないわ。え、チアゴシウバーチャンスですよ。オッケー、チャンスチャンスチャンス。ちょ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 、どい、そい。なんでや、おい、今にもう簡単に抜かれてすぎやな。抜けるか。え、うわー、取られた。よし、でも。メッシ、ここは競り勝ちます。メストエジル。あかん。普通に取られてます。クリスティアーノ・ロナウドから右へ。スルーパスです。やばくないこれ。やばない。行くか。シュート。あ、出た。助かった。絶対やられると思った。理想的な形でラインの裏へ飛び出したんですけどもね。これが命拾いってですね。場面でしたからね。これは決めたかったでしょうね。曲げたシュートでしたが枠には届きませんでした。なかなか繋がらないですよね。うまいこといかなかった。あ、やばいやばい。ネイマール。下がるな。下がるな。危ない。危ない。中合わせてくるでしょうか。マイナス。は？これはクロスバー。エッグ。うまいわ。ほんまにうまいわ。めちゃめちゃうまい。バーゼル先制に成功。バーゼルの色もかっこいいな。古い日本代表に変えて。よく反応しましたね。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。バーゼルええな。バーゼルしちゃうかな。前は。ああ、前半終了。あかん、力の違いを見せつけられた。45分かと思ったんですけどね。はい、それでは後半戦でやっていきたいと思います。全然ね、最後の方が良くなかったからね。うまいこと言ってなかったもんな、完全に。なるほど。ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。そうとこの後半始まっています。シャルケとしては早めにペースを掴んでいくためにもこの立ち上がりをどうしますか。重要になってますよね。これを読んでいた。メストエジル、ここも堅い守りでボールを奪います。さあロナウド、オッケー、いいよ。抜けた。抜ければチャンス。おい。日本かお前は。決まりませんでした。飛び出しに、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。今のは何とかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアするのが必要ですよね。うまい、これほんまにうまい。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。メッシ、この人うまいんですけど。ボールはメッシへ。なんかちょっと長い、ちょっとどころじゃない、かなり長い。裏を狙っていきます。長いボール。あかん。メッシ。あかん。メッシ。ここは間合いを取る。うまい。うますぎ。おい。さあ繋がるか。うますぎないか。ちょっと上手すぎないか。いやー、ファインセーブでしたね。やばいな、手玉に取られとるわ。よく止めましたよね。取れる。このピンチよく防ぎました。まあ今マーク甘かったですからね。一瞬空いてしまいましたよね。取られた。味方を走らせる。オッケー。ここはキーパー処理しました。ロイス。は？出へんかとパス。
裏へ届くか、全然触れないボールですね。自分で行く、こぼれてる、大きく縦へ、痛いよ痛いよ、裏へのシルパス、裏へ抜けた、インターセプト、ただただ力の差を見せつけられる組み立てながら攻め上がって、ああ間違えた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 、スルーパス、やばい、流れを止めます、メストエジル、え、あーこれ要注意ですね、おっしゃ、縦に走らせます、ディバラ、もういい形ですよ、そっちかい、ディフェンダー集中力でも大丈夫、まだまだいける、ここで丁寧にボールを扱う、バーゼンは今のように奪う形が多い印象です、チェックですよね、前線からのプレスが入るんですね、あーまずい、おーよかったよかった、まあ、おーファールになってもた、滑った女今、あちゃうわちゃうわちゃうわ、オフサイド、皆さんここまでご覧になっていかがですか、シャルケとしては選手変えるしかないな、ね、追いつきたいとこなんですけどもね、アクティッチ使う余裕だったな、逆にやられる危険性もありますからね、どうする、これこうする、もしくはロナウドを左にやってネイマールあえてなくしてこうする、ネイマールこっちにする、無理か、ロナウド右とかありえるの、ネイマールそれはこの位置、この位置は使われんか、右のここで使えるから、こうしようか。これでいこう、完成、うん、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。ネイマールからのスルーパスをカットしました。メッシか。OK。メッシ、これはチャンスだ、これ入りましたよ、おっしゃ、追いついた追いついた、やった、シャルケ、ただただ力の差を見せつけられとったけどここに来て同点、シャルケ、相手マークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いや、もらい方良かったですよね。入った。相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、相手本気にさせたかもしれないな。冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。来たな、あれちょっと怖いな、メルテンス、スパサブ。先ほど投入されたばかりですが、早く監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。え？選手としても交代直後に決めることができたので。あ、やばい、普通にやばい、なあ、今日のゲーム、えい、恐ろしい、もう切り返されたら、切り返されたら思ったら行かれへんかったわ、非常に大きいですね、はい、あ、危ねえでもこれ金星狙うで、裏のスペースを狙う、これを読んでいた、ダメか、1点取ったらもうほんまに目の色変えるやろな、もう1点、メルテンス、やばいやばい、向けるか、早い、裏へのスルーパス、早いっす、危ない、残り5分を切っていますイニエスタへ、さあルカク、メッシ、長いボールを入れます、これふざけてるのか、ここはカットします、あーもう完全にマティッチに追われてる、あの門番材、いい展開ですね、ここでのパスは危ない、あーあーまたか、そうだった、あマティッチ縦に仕掛けます、いけるか、
間に合い、あーかー、間に合えへん。おっと、いけた、いけてない。やばいやばい、普通にやばい。よっしゃ、おい、味方を走らせる。おい、オーストでちゃうんか。あ、いけるか。チャンス抜けた。あー、あー、くそ外した。最後まで逆転を狙ったんですが、ここで終了の笛。いやー、1対1、悔しいな。悔しいというか、まあまあ、でも、だいぶ力量の差はすごいあったように感じたわ。シャルケとしては後半でしっかり追いつきましたね。まあまあ、追いついてよかった。負けているという状況でも慌てずに自分たちをうまくコントロールできたという結果ですから、これは今後に向けて大きな励みになりますよね。とりあえずね、うん、いいね、ブッフォン。まあ、今週ね、ちょっと、まあ、選手の育成というか、まあ、結構レベルが上がりやすいんでね、はい。うわ、全然上がらなかった。あ、そうか、引き分けか。引き分けてこれだけ上がったら、まあ、まあまあ、よしとしましょうか。はい、ということでね、ちょっと早いですが、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。